高いところで1メートル80ぐらいの水が来て、まあ、瓦礫と一緒に屋根は残ったんですけど、中身が全部全壊ということで、国の東日本大震災の交付金事業でうちは復活できました。幸いながら岩沼市の農地に関しては、私のところは助演は完了しています。震災前からの雇用している人たちで、まあ、全員大なり小なり津波で家を失ったり、まあ、家族を失った人はいないんですけども、そんな感じで、ちなみに女性だけの職場なんで、男子っていうか男は私だけなんです。で、農家をしたことのある人がほとんどいない。でもうちはこのパートさんがいたからこそ復活できたっていうのがあって、まあ私と、まあ、うちの代表、うちの奥さんなんですけども、やっぱり震災の時はもうやめましょうという決断をしたんですけども、そうじゃないでしょって言ってくれたのが、やっぱりもう一回あんたたちが頑張んないと、おそらくこの地域の農業も衰退するでしょっていうことを言われたのが、やっぱりうちの住民でですよね。その住民が約半年間無給で働いてくれたって。まあ、もちろん従業員だけじゃなくて、従業員の家族であったり、地域の先輩や後輩や仲間なんかも、みんな、もちろん全国からのボランティアの皆さんの支援があったからこそ、こうやって今復活できてるっていうのがあります。次にやっぱりしなくちゃいけないのは、この地域の農業の、まあ、うちのも含めてなんですけども、後継者を作る、まあ、先進的な農業でなくてもいいので、皆さんのお力をもう一度お借りしながら、農業を見直してもらったり、農業をやってもらう人を発掘しなくちゃいけないのかなっていうのが一つの思いであります。東日本大震災の際にですね、全国の皆さんに、ご支援ご協力を賜ってですね、こうやってなんとか、まあ、2年近くなりますけども、無事に復活できることができました。今後はですね、皆さんにこうやって復活できるチャンスを与えていただきましたんで、それを生かしてですね、全国の皆さんへにより美味しいものを届けて、皆さんと仲良くですね、農業の良さを分かち合える機会をこれからどんどん作っていきたいと思います。今後とも一つよろしくお願いしたいと思います。